こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズドラムのコツとしまして、本でですね、ジャズの森を科学するという本が出ておりまして、この、井上博明さんという方ですね、著者の方なんですが、彼はお医者さんをやってらっしゃって、アマチュアでピアノをやってらっしゃるんですが、オーダーシティという僕もよく使っている同じソフトを使いましてですね、周波数帯からこう、サックスだけ取り出したりとか、ジャズのドラムのシンバルレガートだけ取り出したりとか、ハイハットだけ取り出したりとか、別々に取り出してですね、その位置関係をこう、数値に表して、で、こう、どれぐらい跳ねてるんだっていう、もう本当にマニアックで僕は大好きな、内容のことをやっておりましたので、それをですね、まあ、かいつまんでお話ししたいと思うんですが、まあ、一拍がこうありまして、この長さをこう一拍の長さとするじゃないですか。そうするとですね、こう、立ったってこう、サックスを吹く人、まあ、ホーキンスなんかは比較的そうなんですが、そういうこう、拍の頭をきっちり合わせて吹くタイプ。古いスタイルの人にすごく多いと思うんですけど、こういう、吹き方をする人。そしてモダンジャズになってくると、こう、タタ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 って吹いてるだけで跳ねて聞こえる。これは僕の、やっぱり予測通りですね。裏拍がこう、同じで、前拍がこうずれてくる。これをですね、彼は遅れ値と。で、こう、一拍の長さでしょ。で、この8分布がこことここの間、こことここの間っていうのが、一拍を、例えば、1として考えた場合に、ここの長さで、これがこう跳ね値というふうに考えるわけですね。跳ね値が 0.5 だと跳ねてない、要はぴったりとど真ん中なんですね。8分布の長さまんまなんで。で、それをこう、跳ね値と、遅れ値をしっかりこう、遅れ値がですね、パーカーが 0.2 で、で、跳ね値が 0.6。で、その、この遅れたここのタイミングが 0.8 だということなんですね。0.8 っていうのはですね、0.6 だとちょうど3連符の3つ目になって、0.75 だと16分符の4つ目になるわけですね。0.8 だと5連符の5つ目になるわけなんですね。というわけでですね、私が常日頃言ってる、やっぱり 0.8 のタイミングにやっぱ入ってるんですね。パーカーは 0.8 のあたりですね。マイルス・デイビスも 0.8 のあたりが、もう統計で出てきてますね。そうすると、まあ、パーカーなんかはここ、遅れ値が 0.2 で、だいたい跳ね値が 0.6。マイルス・デイビスはもうほぼほぼ 0.5。つまりもう本当にイーブンでタタ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 っていう風な動きになってるということなんですね。私がずっとかねてから言ってたことですね。これはまあ僕も同じようなことを、音源に合わせて、下にこう、ミディでですね、たったたったたったってつけると、やっぱり本当に5連符のところのタイミングで裏拍が入るので、同じことをされてるんですが、もうマニアックなことに、アルバム全部でですね、数値で統計を取ってくれてですね、いずれ僕もやろうかなと思ってましたが、本当にこういうこと考える人いるんだなと思って、なかなか、面白かったですね。で、ハイハット、ドラムとベースの関係とかについても書いてありましてですね、ブレーキーなんかは、こう、ハイハットが、ちょうどハンク・モブレーの、リメンバーだと、1.02 で、ハイハット必ずこの拍よりもちょっと遅くてと。で、このレガートの跳ね値の関係とかも書いてありましたが、やっぱりレガートの跳ね値はやっぱり5連符がほとんど多くて、テンポが速くなるにつれて3連符に近づいていくっていう形で書いてありましたね。もちろんはちょっとハイハットが重いんですかね。で、まあこれ、まあ、ミュージシャンから言わせてもらって、プロミュージシャンから言わせてもらうと、これ、ブレーキーでも多分曲によって、ハイハットの深さって変えてると思うんですね。で、まあ、彼は、同じようなテンポの、同じような雰囲気の曲を選んでみるので、まあ、この辺になってると思うんですが、ブレーキーも曲の中ではグッて深く吹くとき、踏むときがあるので、まあ、これぐらい、まあ、決して持ち屋の方が深いというふうなわけではないとは思うんですが、まあ、こういったものを曲ごとに合わせて、レイ・ブラウンは結構前乗りで、レガートより前に行くよとか、ポール・チェンバスはレガートより後ろに行くよっていうのは、これはもう本当に私の思った通りの、数値の結果が出ております。ただですね、ポール・チェンバスはですね、フィリーとやってる時よりも、ジミー・コブとやってる時の方が、かなり後ろ側に弾くような私は感覚を持っています。ジミー・コブはやっぱ
四分音符をバーって前に突っ込むタイプなので、フォルチェンバスはどちらかというと後ろ乗りで演奏していて、フィリの時は比較的前の方で演奏しているイメージではありますね。まあもちろんこの全体のバランスで演奏しているので、そういう風だとは思うんですが、ただこういう跳ね地とかこういったものって面白くて、これ YMO の坂本龍一さんもこう、電子音楽をやり始めた時には、要は正確なビートで人間を興奮させると。で、その中で、やっぱり、こう、沖縄のですね、民族音楽とかは、やっぱりこう、なまってて、ぴったりではなくて、ちょうどそのなまった数値の8分音符を使って、だんだんこう演奏をやっていって、テクノっていうのをどんどん発展させていったっていうのが、彼が研究しているやつであったんですけど、本当にまさにですね、このグルーブするっていうのはやっぱこのズレなんですね。ずっとランダムにズレてるのではなくて、かなりこう一定にズレるっていうのが、これがもう狙ってズレるっていうのが、ズレを生み出すっていうのがグルーブの本質だと僕は思ってるので、それをどんだけ狙えるか、いつも僕はそういう練習をしているので、メトロノームに対してハイハットが常にこんだけ遅い、常にこんだけ遅いっていうのは、こういうんですね、ハイハットなんかはこの重さっていうのは、かなり僕もいろいろ深さを分けて踏むので、こういったことをやっぱりやるんだなっていうことは、実際のもうレジェンドをやってるんだなっていうことですね。こういったところですね。コールマン・ホーギスなんかはこう前乗りでこうタッカタッカタッカタカって吹くタイプですね。だから三連よりちょっと深いところで吹いてタッカタッカ。ヤングなんかはちょっと表がずれて、裏拍もちょっとずれて、で、跳ね地っていうのが基本的には 0.6 で、まあ後ろの位置は 0.7 ぐらいなんで、16分4つ目ぐらい前後ぐらいで吹いてると。で、ベース、デイビスとかパーカーとかモダンジャズの巨匠になってくると、5連符の5つ目ぐらいに当ててくるという。僕もイメージ的にはですね、かなりみんなこの辺当ててくるイメージがあるんですが、まあその浅さとか深さとかっていうのは、ドラムがこうハイハットしっかり2音を深く踏んであげるとですね、こう、ここの拍が長く聞こえるものですから、こういろんなタイミングでこう触れ、こうサックスが吹けたりとかする。要はハイハットとか、要は8ビートでも2音が深いと急激にアドリブが楽になるって言われるんですが、それはやっぱりこういう拍の深さとか、こういったところの位置を考える。そうするとハイハットがずれた分ここは短くなるんですが、それがやっぱりこう長い短いっていうのが来るのがやっぱりグルーブの本質なのかなって僕は思ってるんですが、こういったことをこう数学的に検証したということですね。科学するということですね。でも科学っていうのはすごくね、これをなんかこう音楽じゃないっていう人もすごくいらっしゃるんですが、僕的にはですね、科学っていうのはやっぱり再現性があるものなので、要は何か一つやった時にそれを再現できる力っていうのはすごい大事だと思うんですね。もちろんジャズのアドリブとかはもう二度とできないことですけど、そのグルーブの感覚、あの感じとかこういう感じとか再現性っていうのはやっぱあった方がいいと思うんですね。あとはやっぱりこういう、数値だけで検証できない部分っていうのも少しありまして、それはですね、全員がレイドバックして演奏してるけど、誰も表拍を弾いてないけど、そこに表拍を感じる音楽っていうのがあるんですよ。これがいわゆるファンクとかのノリとかあるんですけど、こう、レガートでも後期のモダンとか、今現代系のジャズミュージシャンのモダンのイーブンっていうのは、先に誰もここに音を弾いてないけど、全員がこれをやってるっていうシチュエーションがあるんですね。そうすると、この、もう多分ね、デイビスの頃から、もう後期の頃からこれはスタートしてるので、そうすると、一概にこの数値、ベースとここの位置だけでは、これは検証できない部分っていうのはちょっとありまして、こう、生の音楽でやってて、真横で聴いてると絶対に、ここに音は誰もないし、誰もここ表現してないけど、ここに拍を感じるっていうのはできるんですね。ここら辺はまたちょっとどう科学していくかっていうのはあれですが、かなり、数学的にも、自分の考えてた5連符の5つ目っていうのが検証されたと思うんで、非常に嬉しかったので、今回まとめてみました。Amazon のやつは僕のホームページの方で、ご紹介してありますし、坂本龍一さんのやつも、貼っておきますね。じゃあ練習はどうするかっていうのは私の前の動画でもありますので、それもホームページに全部まとめて、詳細の欄のところにですね、まとめたホームページの、URL を貼っておきますので、そちらの方で見ていただければ、わかるかと思います。
五連符の五つ目っていうのがものすごい難しいんですけど、この感覚をつかむと一挙にジャズらしくなるっていうことが、やっぱりこのピアニストの人も今までずっとタッカタッカって跳ねてるのが、タッタタッタって跳ねてジャズらしくなったっていうこの発見にやっぱ興奮されてたと思うんですが、僕も初めてこういうのをね、これ、僕はアメリカで言われたんですけど、こう、これ、ベーシーバンドに言われました。裏拍っていうのはもうみんなで呼吸を揃える。で、その、ちょうどいい、この裏拍っていうのは必ず全員が同じところに感じて、表拍はできるだけ、バラバラの方が望ましいと言ってましたね。その方が音が分厚くなるから。表も裏もみんながぴったりだと、そうすると音が全部揃いすぎちゃって、空拍がスカスカになってしまう。みんながバラバラの部分あるけど、裏拍でみんな心が一体になっている。これがやっぱプロのやることだって言って見えたので、こういったところを僕は、現地で覚えましたね。このタイミングで、数このタイミングだって言って、これがリズムのポケットだから、このタイミングでここが裏拍だよっていうのを覚えて、それが大体本当に、もう自分でメトロノームで検証した時にやっぱ5連符の5つ目ぐらいだったんですね。で、表拍っていうのは、これはもう自由に自分の好きな位置に置いていいんだよっていう話をして練習しました。向こうはね、もう実地方式なんですよね。一緒にこうセッションしてたら、でもそうするとノリがわかるから、いろいろ考えるな。ただその、前に弾けとか、後ろに弾けとかっていうのは結構かなり具体的に話されます。これはこの本でも書いてありましたが、マイルスの、自伝とかそういったところにも書いてありますが、マイルスが、マックス・ロチとか、ブレイキーターとかに対して、このタイミングで演奏してくれとか、そういった現地がやっぱり残ってますんで、やっぱりこの、もうちょっと前にいた方が自分は居心地がいいとか、もうちょっとこういう風に弾いてくれとか、クリフォード・ブラウンとマックス・ローチもこういう話をすごいされてて、だからモダンジャズのこのね、多分デイビスのこの、跳ね値が多分 0.5 ってやつ、ちょうどこのイーブンになるスタイルの、動きで、で、ここが深い 0.8 に入るところ、クリフォード・ブラウン・マックス・ローチではすごいやってるんですね。これはそういう練習を、こう、仮説を立てて、こういう風にやろうっていうのを、一緒に住んでましたね。マックス・ロチと、クリフォード・ブラウンは。その時は午前中は二人ともピアノの練習をして、で、昼からはお互いのリズムとか、自分の新しいハーモニーについて語り合ったって書いてありますから、こういうのはね、やっぱりこう作り上げるときにやっぱ考えながらやってるんですよね。これすごく日本のミュージシャンはナンセンスだっていう人がすごく多いんですが、アメリカにいると意外とこう数値であだこだ話すわけじゃないですか。もうちょっと前だとか、もうちょっと後ろだとかっていう話は必ずしますからね。みんなそういう話をして、やっぱりドラムのレガートとベースの関係とか、俺の前を歩くなとかっていう話をフィリーとポール・チェンバースはしてたっていうことも、聞いたことがありますからね。というわけで、こうズレとグルーブについてですね、科学的に検証した本でございました。非常に面白かったので、ぜひ、ご覧ください。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。